どうも皆さん、こんにちは。ワンダーワンドリリースしてツードロー、リュウです。さあ本日はカラクリデッキですね。カラクリデッキ、久しぶりにカラクリ使いましたね。もう回し方を忘れていました私。大変その生放送でプレイするのは苦労したんですが、非常にこれどういうデッキかっていうと、カラクリ、シンクロ召喚、していくデッキなんですけども、今回のその新パックのこの奉仕っていう、クナムザンっていうね、こいつで1枚でシンクロができるようになりました。カラクリ商人イナヒチがなんと知らないのモノロベみたいな感じで1枚でシンクロ召喚できるようになったんですよ。これ召喚に成功するとカラクリカードをね、手札に加えることができるんですけど、デッキからこれでクナムザンを、サーチしてくると、これね、カラクリモンスターの表示形式を変更して特殊召喚して中断になるっていう効果を持ってるんですよ。これめちゃくちゃ強くて、これで5と2でシンクロ召喚して7できるんですね。これも出せますけど、ちなみにこの効果を発動すると単種ローチまで地属性機械族しか、特殊召喚できないんで、ブラックローズとか、そういう 7シンクロモンスターは出せないんですけども、この辺のモンスターは出せますよみたいな感じですね。で、こいつチューナーにもなれるし、デッキからチューナーじゃないモンスターとして出てくることもできるんで、結構ですね、回し方、対戦動画見ていただければ分かるんですけども、イナヒチ、ホウシ、ガマ油とかそういうのがあると、もう本当簡単にそのブレイドとブレイが並ぶんですよ。これやっぱ楽しいですね。で、カラクリ新しくカードをもらったこの妨害ができるようになりました。これカラクリカードなんで、もちろん商人でサーチはできるんですけども、自分のフィールドのカラクリモンスター1体と相手のフィールドの効果モンスター1体を、対象にとってカラクリの表示形式を変更することによって相手のモンスターの効果を単種ローチまで無効にすると。これが強いですね、非常にね。だから相手のサーチ効果とかを無効にできる。さらに自分のフィールドにカラクリモンスターがいると、墓地のこのカードを除外することによって、モンスターの表示形式を変更する。なので、自分のモンスターを表示形式変更することもできるし、相手のモンスターの表示形式を変更することもできる。でこれトラップカードなんで、この効果は相手団でも使えると。これが強いですね、非常に。で、初動がやっぱりこのイナヒチなんですよ。イナヒチサーチしたいんですけども、イナヒチ引けないこともあるんで、そういう時のために、この小町と、カラクリクラっていうね、このカードを入れています。これが一応あると動けはしますね。イナヒチ持ってこれるんで、イナヒチをね、直接サーチするカードが、リンクスにはないので、それが欲しかったなみたいなところですね。で、ガマ油、ゴマ油はね、墓地のカラクリを完全蘇生して表示形式変更すると500アップするっていう効果なんですけども、これがね、結構ね、その上級も蘇生できるので、これがね、後から引いても強いし、最初のシンクロに使っても強いんで、やっぱ1枚か2枚欲しいかなみたいな、そんな感じのカードで、これはね、スーパー脳筋カードでして、カラクリコ、これ怪しい粉と呼んでるんですけども、私、バトルフェーズに、カラクリの表示形式を1体守備表示にすることによって、1体の攻撃力をその守備表示にしたやつの分上げるみたいな、ちょっとしたコンセントレートみたいな、そんな感じで使えるんですよね。なのでこれがあることによって高打点のモンスターも突破していけると、これは強いですね。しかもワンキルも結構できるっていう、そんな感じ。ほんでですね、あと説明していないのどこだ？あと、シンクロモンスターは、文房具ジェットとかも出せるんで、で、これ、蘇生札入ってるんで、結構その、シンクロに使用したこのブレイとかを蘇生できるんですよ。だからこれで除去したりもたまにします。で、最強のカラクリモンスターと噂の、デストロイサムライが入っているのと、ゴシンクロたまにするので、あれまで入ってます。これまでなくてもそんなつかないから別にいらないかなみたいなところはあります。で、このデッキの、弱点は、やっぱどうしても、その金底とか、そのバックに強いデッキってマジで勝てないので、なんでそういう時の挨拶、これはバッタはいいかなっていう感じがするんで、この挨拶はしていきましょう。しっかりと。で、これ今回、商人が出たことによって、1枚でシンクロ召喚できるってことは、レベル上昇とかしなくてもいいんですよ。だからスキルは何でもよくて、正直。なんで今のところ絆の力にしてますけど、困ったら絆にしとけっておばあちゃんが言ってたんで、なんでしてますけども、何でもいいです。正直トークン生み出す、スキルにして、なんか強引にカラクリコでなんかワンキルするみたいなデッキもあるかもしれない。そんな感じで早速ね、カラクリの新次元のカラクリデッキ、この1枚新規を見せていきましょう。デュエルスタンバイ。まあそれは良しとしよう。それは結構良しとする。これは良しとするっていうか結構いい手札。なんならこれはいい。これはいいぞ。2に4召喚。で、これで、これはいけんだよな。カリカラクリクラで。これはいけんだよ。これはいけんだよ。これはこれ持ってこれっからよ。商人が。ただ、これ、モンスターいないと撃てねえんだよ。これ、モンスターいないと撃てないのバグじゃね？で、イナシチ召喚して、イナシチ効果よ。これはいいのよ。このハンドは。で、
クナムザンを特殊して、まあ、どっちを見てる、まあ、こう宝飾か、はいはい、で、またはまたおなじみのムーブですね、これからくりおなじみムーブ、まず、ブレイちゃんを将軍の方を特殊召喚して、で将軍激横プンプン状態になったことによって効果を発動し、デッキからクナムザンを特殊召喚して、でクナムザンと小町ニニシで機械族合体ソーシャルディスタンスで、ブレイドをシンクロ召喚していく、でブレイドシンクロ召喚成功時の効果を発動し、ニシムを守備で特殊召喚で、ブレイ効果、こいつ特殊召喚したやつこれ叩き起こしてワンドローして、はい来た、でカードを1枚セットしターン終了。これはまあそこそこですね、この動きは、この動きは強い。まあ、一応今の動き2枚コンボだからな。でもさあ、うわーっとやーべえ、これは無効にしたらいいんじゃないか、これワンチャンも無効にしたらいいんじゃない、これ無効にしたら融合できるんだろう、無効にしよう、無効にしたら、で守備表示のこいつをこいつ守備表示にすることによってあいつの効果を無効にする、ターン終了時まで。さあこれが強い、カリカラクリハタコク、ハタコクラ、さあ効果無効、さあブレイドの効果で、いや挨拶めっちゃ来る、挨拶、いや持ってんのかい、持ってんのかい持っとるんかい、やばい、これややべ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 やっべ、そっちか、そっちはそっちか、そっちか、そっちね、だとしたら、いや、これ守備表示の効果、これ対象を取るんですけど、対象を取る場合はこれは自分のフィールドのムーンライトモンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果を発動したとき、墓地のこのカードを除外してその発動無効にしてお互いのライフポイントを1000回復する。なるほど、あでもこれ特殊召喚したら墓地からいなくなるよ、これ特殊召喚したら墓地からいなくなるから、いやいけるわ、これスルーだ、これはスルー、1回スルー、いけるぞ、いけるいけるいける、でもなんとかなる、このねカリカラカリカラクリハタゴクラっていうカードは、ああそれ、いやタイミング間違えた、間違えた、それコストラのリリース、あそういうやつ、タイミング間違えて今のところで守備表示だ、間違えた、終わったくせ今のは間違えた、これはしっかりと間違えていく、さあカリカラクリハタゴクラの効果を発動、ブレイド、お、あ、あれ、あ、そっか、これ守備表示できんだ、そうだ、あぶれ、天才だった俺今、天才ブレイング来たわ、危ない、天才ブレイング来た、天才ブレイング来たぞ、これは天才ブレイングだ今のは。でこれ効果発動する意味ないか、効果発動する意味がない、効果発動してこれ全員殴れるんでしょこれ、出てきた後から出てきたやつも殴れる、これこれ後から出てきたやつ殴れるんだから、これ意味ないわ。でこれ天才プレイングしたが、天才プレイングしたが、あ、あるね、これはあるね、これはあるんじゃないか、これはあるぞ、これはある、ある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 、10もいけんの、いやでもそれ、これさすがにこっちでしょ、これこうでしょ、こうすんじゃん、でこれ出すわけでしょ、でじゃんこれ、これでいくじゃん、こいつでいくじゃん、進化召喚工場ちょっと忘れちゃった、でこれスキル発動すんじゃん、でカード落ちますとすんじゃん、バトルすんじゃん、でこれで殴ったらこいつ戦闘破壊できるっていう、最強すぎる、最強だった、これなんだスキル、もう一回殴っていいか、これこれあるな、ワンチャンスある、いけ、頑張れデストロイサムライ、頑張れ頑張れデストロイサムライ、融合引くな、融合引くな、融合引くな、アサシン、アサシンはまだいいか、よし事故ってる、何もせんな、よーしよっしゃー、さあなかなか生放送特有の意味わからんプレイング勝ちをしてるぞ、お、これも強いぜ、これなんだ、サイバー流か、サイバー流か、サイバー流怖すぎるな、
サイバー流怖い。これ攻撃表示出していいのかって話あるよね、サイバー流は。2に C、まあ、とりあえずこれはするんだよ。でも一旦これはするで、持ってくのはクナムザン。これ難しいね、どうやって展開していこうかな。サイバー流はなんかデストロイ侍が結構辛いっていう話は聞いたことあるデストロイ侍がちょっと辛いみたいな話は一回聞いたことがあるんだけど、こうしてで、まあとりあえずブレイは出すか。守備でいいかな。ワンドローして、いやーこれ難しいな、これどうしよっかな、これどうしよっかな、これ難しいな。まあでも別にいっか、これ別にいっか、別に出すのは別によくて、攻撃表示でいっか。ランページは別にいいんだよな。ランページとかは別に、最悪別に。で、ブレイ効果で、これでどこ出すからね。だからデストロイ侍を出すのか、ブレイドを出すか。なるほど、俺はちょっと強気に行くよ。ちょっと強気に行くわ。私名はちょっと強気に行きたいと思います。こうですね、私はもうカラクリデッキですから。これはこのデッキカラクリデッキなんですよ。でカラクリ大将軍ブレイドを特殊召喚成功し、効果発動。デッキのカラクリ兵ニサムを特殊召喚、そしてブレイの効果を発動。フィールドのモンスター1体の表示形式を変更する。そしてブレイドの効果でワンドロー。これであえて伏せずに俺はターンを終了。さあ来いサイバー流、見せてみろお前のデッキのパワーを。ちなみに最近未来のデュエルリンクスっていう動画投稿してるんで、よかったら見てください。サイバー流がぶっ壊すぎて規制不可避です。全然違った。読んでる意味で、ね、文房具003やばい顔来たわ。これアドバンテージ、やばいやつ来た。マジでやばいやつ来た。これはガチでやばい。永遠に突破できない5000は。これいくつなんのこれ、これ11いくつなんだっけ。これレベル3の効果でまず打点がアップするんでしょ、全額で。こいつの効果で、はい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 、で3上げると3000になる。うわでもちょうど突破されていく、微妙な打点。むず、あ挨拶来た、挨拶は来たぞ、挨拶来た。一回ちょっと考えようか。これってさ、いつ使えるの効果。このカードはダメージ計算時、ダメージ計算時だ、ダメージ計算時だ。挨拶しよう、挨拶だ。まず一回挨拶させてくれ。おはようございまーす。やめてー、やめてー、やめてー。なんでこんなカード入ってんだよ。どうなってんだよ。待って、ちょっと待ってくださいね。いやでも待って、銀幕のミラーボールは永続効果だから、適用されるから半分になって1300になっちゃうんだよね。あの人は確か1300になっちゃうのか。これ出しても意味ないやつか。あん、待ってくださいね、ちょっと考えましょう。3、3で新規で文房具でぶち壊すって手もあるの、文房具でぶっ壊すって手もあるの。なるほど、時間ねえ、やべえ、時間がないのか。いやこれ一回守備でちょっと様子見るか、様子見る。これ分かんねえんだよな、これどうしたらいいか。一回これも守備か、これでエンドか。これちょっと一回これでエンドしてみよう。でこれこいつはほっといて、くれるわけじゃないから、この銀幕をなんとかしないといけないな。挨拶が全然効いてないっていうのがちょっと鬱陶しいですね。挨拶メタルのやめてもらっていいですか、こっちの挨拶メタルのだけやめてもらってほしい。
ただ待って、今のはこいつが5000になる。だから多分ね、あのね、デストロイ侍っていう最強モンスターで一応こいつ突破できるんですよ、多分。一応ただこのこのカードが強すぎて、それ4、はい、7か7。ああ、まあでも一応どっちか残るんじゃない、さすがに。これどっちか残る。カード1枚セット。いや、銀幕とかいうカード強すぎんだよな。はいはいはい。で003の効果で打点上げた上で、4でぶん殴って、でまあ打点上がって3000ぐらいになって殴られていく。はいはいはい、 OK、 それは OK、 それは読んでいた。銀幕がマジでやばい。これさ、戦闘破壊しかね、やっぱ脳がないで切ってばこうなるよね。でもね、ガマ油来たわ。ガマの油来たぞ。ガマ油来たか。これブラックローズマジで入れたいな。ブラックローズマジで入れたい。いや、これ行こう、もう行こ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 う、これ行こう。で全てを破壊しよう。ちょっと待って、時間ない。ちょっと信号召喚工場行っている時間ないから、一回こうしよう。こうして、でガマ油まだいいかな。これ多分まだ知らないと思うんだよね。でこれでスキル発動してバトルフェーズ入ったところでちょっと考えましょうか。これでバトルフェーズ入って効果使えない、使うかな。ゼロとスリーの効果使う、効果使ってここを上げるのかな。あ、いけるな。これはぶん殴れるぞ。こいつちょっと無限にめんどくさいから OK、 突破した。倒しろ。でこれで銀幕は維持できない。こいつの盾は戻る。いけるぞ、なんとかなる。頑張れ、粘れ粘れヨハン。銀幕とかいうカードにビビるな。頑張れ、最後まで諦めるな。諦めたらそこで試合終了ですよって安西先生は言っていた。カットビングだ俺俺は俺とアストラルでオーバーレイ、俺とお前でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズチェンジゼアルエクシーズショー、何、はい、OK、 大丈夫、帰ってこれる。それは帰ってこれる。デストロイ侍の効果とデストロイ侍を特殊化。ただもうこれはもう時間がない、これ時間がない、これオフ、これはもう魂のオフ、魂のオフ。カード1枚セット、セットセット、 OK、 帰ってこいた。よし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 、 OKOKOK。 でガマ油、ガマ油で、こっちで、こうで、こう、ちょっと待って、時間ない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 、やばい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 、ちょっと早く、あー、勝利時間がない、頑張ってくれ、行くぞ、行く、いや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 、で、これ3000超える、打点3300、打点3300、時間はあと残り10秒、タイムレースコンボ、挨拶挨拶、おはようございます。鬱陶しいわこのカード、どうせからくりだろ。それでも突破できんだよそれ、多分言ったのだから、くたばれおっぶれおっぶれ。さあ、お相手の方10代くんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ行くぜ10代、どんなデュエルを見せてくれるんだ。エアーマン、普通にヒーロー来たー、普通に強いの来たー。ファリスやめよう、ファリスやめよう、ファリスはやめよう、よくないファリスは強いよなこれ。でも本当にさ、3枠しかないんですけど、あのデュエルリンクスってね、あの最近未来のデュエルリンクスって意味わかんないあのタイトルで、あの OCG の対戦動画上げてるんで、ちょっとよかったら見ていただきたいんですが、ヒーローマジエグいんですよね。やってることがかなりやばいですよ。ヒーローはやってることかなりやばいです。で、これはまあいなし行くしかないね、いなし行くしかない。ちなみに知ってました、カラクリってデッキ一応全部掛け算になってて、知ってました、名前があのインシが7みたいな感じで、でこれは、クッシュ63、これクナムさん、クッシュ63なんですよ。全部掛け算になってるっていうね。さあ、超どうでもいい情報をお伝えしていく、超絶どうでもいい情報をお伝えしていく。でそしてこれで、一
発ブレイぶち込んでいこう。さあブレイをシンクロ召喚、まず1体目していく。さあブレイシンクロ召喚して、シンクロ召喚成功時の効果も発動するぞ。ブレイはシンクロ召喚成功した場合、デッキからカラクリモンスターを特殊召喚できる。さあここでもちろん出してくるのは、そう我らが大先生カラクリ小町ニニシ。はいはい。で、カラクリ小町ニニシがいるとなんか召喚権1回増えるっていうのがやべえ効果を持ってるんで、これで、ニサム出して、で4-3でシンクロ召喚していく。もう1回ブレイでいっか。もう1回ブレイ、これカラクリ1個あるからワンチャン、これワンキルできねえかな。無理かな。これさ怪しい粉持ってるんです俺。こう怪しい粉でワンキルできるみたいな展開ないかな。3体でも3体展開されるか、まあ、でも3体全部処理しとくのは大事。3体全部処理しといたらあっちそんな簡単にさ、あれっしょ、あのトレンディ出せないっしょ。トレニティとかいうマジでヤバいモンスターいるんで、もう黒クッシュ63、クッシュ63出していこう。で3体出てくる、3体出てくる、3体出てくるのは別に、であれマスクだと思うから多分あったとしても、マスクだとしたらさせるのをカラクリコでぶち殺せるから、これはしかもなんかシンプルに絆の力でマスクした暗記超えれるから最強だ。でまずは1回クッシュ63で1体倒して、まあ、3体出てくるか、3体出てくる、 OK、 3体出てくるの OK。 でマスク使わせよう。はい、でイングレス OK、 それは OK、 でバイオン OK 全部処理しよう。あとはもう2ドローされるのは仕方ない、もう2ドローされながら考えるわ。で、こう殴ってマスクにぶん殴るか。先にまずだから、クッシュ63から殴る。バイオンはちょっと融合させたりのこれめんどくさいからやめてもらって、はい、でここ殴る、ぶん殴っていく。でダブルマジックアームバインド、やばいこと起きたんだけど、やばいこと起きたんだけど、どう、何それ、やばいこと起きたんだけど、やばいこと起きた。ちょっと待って、ちょモンスター聞くのやめよう、ちょっと返して返して、ちょ俺のブレイなんだけどそれ、ちょやめろって、人のモンスターパクって効果使うのよくないよ。バイオン待って、まず生きるか、まだ生きるな、生きるな、2600、1000、生きるな、生きるぞ、生きる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 、2600、1000、生きれば、ふざけんなよ、返せよ、俺のモンスター返せよ、ジャイアンかよ。おいおい、伸びた伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ、おい伸びた言ってる場合か。